はい、ということで、はい、次の授業が始まるわけなんですけれども、はい、皆さん、どうですか、楽しみですか？楽しみ。大丈夫、気合入ってる？今日、気合入れていかないと学ばないとダメだからね。前回のも忘れてないね。じゃあ、本日の先生をお見せしたいと思います。先生、楽しみ。お願いします。お願いします。うわぁ、うわぁ、うわぁ、お願いします。やばい、見たことある、緊張する。こんにちは。こんにちは。座ったまま挨拶かよ。改めまして、鬼の眼師と呼ばれております平林都でございます。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。しますって可愛いな。いたします。いたします。どうぞ。いたします。頭を床にせんと、こっちを見たらどうなんでしょうかね。お願いします。どうぞおかけになっていただけますでしょうか。失礼します。失礼します。今日は礼儀作法を勉強していこうと思います。はい。堅苦しいと思うかもしれませんけれども、社会人も必要だし、また芸能界で今以上に活躍するためにも必要な心得でございますので、一緒に勉強していこうと思いますので、お願いいたします。お願いします。頭を下げるな、言ってなんやそれ、亀か。楽屋に挨拶をお願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。楽屋挨拶、ちょっとこれは一人ずつやっていきますので、皆さん気合を入れて頑張っていきましょう。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。先生、厳しく、もう全然、もうどんだけ厳しくてもいいんで。そうですね、ファンの方がいらっしゃると思いますけど、手厳しく指導しなさいと言われましたので、厳しく指導してまいりますので、ご了解願いたいと存じます。よろしくお願いします。どうぞお開けになってくださいませ。失礼いたします。失礼いたします。こんにちは。こんにちは。本日ご一緒させていただきます、きっとフェノメロンの曽根松健介です。よろしくお願いいたします。オープンイコールインではないのね。開けたらまず挨拶で入っていいかどうかの許可を取っていただかないと。はい、よろしくお願いいたします。曽根松様、こちらのほうこそどうぞよろしくお願いいたします。いたします。どうぞお分かりになってくださいませ。あ、失礼いたします。って言ったらすぐ上がるなよ。はい、愛想で言うとだけやん。はい、こちら、腐敗しない。そりゃ腐敗しないと思うわ。で、腐るようなものを持ってくるわけがない。で、そうですね。本日はちょっと私が普段から食べているお菓子を、はい、持ってきてまいりました。美味しく召し上がってください。ありがとうございます。ところでこれって冷蔵庫に入れるも入れないもの、今腐敗してしまったらもう申し訳ないと思うんだけど。はい、はい、こちら冷蔵庫に入れて入れるんですか。保存していただいて、はい、ありがとうございます。はい、はいはい、袋から出して渡す。はい、はい、こちら私がよく食べているお菓子でございます。冷蔵庫に入れて保存して、ぜひ。ありがとうございます。遠慮なく頂戴いたします。はい、ところでその紙袋って、はい、なんか入れて返さなきゃいけないんだろうか。空っぽなんだけど。お持ち帰りの時にこちらに入れて。お持ち帰り、お持ち帰りだから紙袋も一緒に渡す。はい、はい、すいません、失礼いたしました。二つ折りにして、はい、何かにお役立てくださいませって言って、はい、お菓子の下に乗せて、のせて、はい、はい、こんにちは。こんにちは。どうぞ中の方にお上がりになってくださいませ。失礼いたします。土産を置くなよ、汚いな。
すいません、こちら土産です。こんなとこで渡す？あ、すいません、すいません、失礼します。あの靴っていうのは下座に置いとかないとね。はい、すいません、はい、後ろ見せるか、お尻の大きなの。すいません。道中の治療系、もちろん紙袋持ちやすいためにもあるんだけども、中身を出していただかないと。はい、すいません、すいません、こちらもお渡し。折りたたんでください。あ、すいません、もうすいません、すいません、ほんとすいませんって言ったら世の中通ると思ったら大きな間違いで、はい、余計に相手が腹立たしくなります。はい、すいません。頑張ります。はい、どうぞお開けになってくださいませ。お時間大丈夫でしょうか？はい、大丈夫でございます。どうぞお入りくださいませ。失礼します。失礼しますって可愛いわね。失礼いたします。お尻を向けないように入りましょう。はい、はい、たらいただいてください、はい、悪かったらいただかなくていいんですね。あ、いただいてほしいです。いただいてほしいですか？靴も履いてくださいませ。どうぞ。はい、はい、お履きします。自分で敬語つけてご丁寧にお履きだって。一旦履いたら片隅に行って、はい、それから紐、はい、失礼いたします。